紀元前210年、旗帝国と東湖の位置。東湖は、中国の春秋戦国時代から新代にかけて、内モンゴル東部満州西部に住んでいた遊牧民族。東湖の命名にはいくつかの説がある。はっきりしたことはわからないものの、陰板期に、両生で栄えた夏家店仮想文化を征服して、断続的に入れ替わった遊牧生活を営んでいた集団のうち、 孤児に残留した部族が、東古の祖先にあたるとする説などがある。他には、上記の夏家店上層文化に属する墳墓から、一緒に埋葬された犬が見つかったことと頭頂部を恐る、習慣から、同地域にあった土方や後の集大にあった、と何を、東古の先祖とする説、春秋時代に、ツバメの北方にいた山恵比寿などの遊牧民を、戦国時代以降に東古と呼ぶようになったとする。 説などがある。進むの文孔、旗の牧孔の時代、唐子は山恵比寿などとともにツバメの北に位置し、それぞれ分散して谷合いに居住していた。縁の将軍の戦いは、この人質となっていたが、この信頼を受けていた。そのため、唐子は人質から帰還すると、唐子を襲撃して破り、千余座とも縁から遠ざけることに成功した。 真の始皇帝が中国を統一した頃、唐湖は北方で兄弟となる。紀元前209年、唐湖の隣国の郷土で、牧突が父を殺し、禅宇の位を継いだ。これを聞いた、唐湖の王は牧突に対し、先代の東万禅宇が持っていた、千里を走る馬が欲しいと要求。すると牧突は、唐湖王に、千里を走る馬を素直に送った。 東高は木突が自分らを恐れているのだと思い、しばらくして、木突の足の一人が欲しいと要求した。するとまた、木突は自分の足を素直に送った。東高はいよいよ付け上がり、強度の西方に侵入し、東高と強度の間にある千里とあまりも人が住まない捨て地を要求した。しかし、木突は土地は国の根本だと言い,い激怒。そのまま東高を襲撃し、 強度を甘く見ていた東湖は何の備えもしておらず敗北。東湖は殺され、その人民と畜産を奪い去られ、ここに東湖は滅んだ。その後、東湖の生き残りで、ウガン山に逃れた勢力はウガンとなり、戦さ山に逃れた勢力は戦ピとなった。義書によれば、従前も東湖の末裔だという。東湖の言語系統について、古くはツングース系。 あるいはモンゴルツングース混合系、あるいは東古の子孫である戦比の言語を、チュルク系、チュルクモンゴル混合系とする説があったが、いずれの説も支持されていない。近年は、戦比の言語がモンゴル系であること、東古時代の遺跡や遺物から、戦比やカラスマに特徴的な種族の痕跡が発見されていることから、東古のモンゴル系と見る解釈が有力視されている。広大 中国の史書において、東湖の後栄とされる民族がいくつか記されている。四季郷土列伝中書院、作品ブック圏雲、東湖、カラスマの先、後ため戦備、在京土東、小岩区東湖、内田銀風は、東湖とは、古族のうち、東部にいるものとして、春秋戦国時代の中国人が伏した中国、ご的名称と解される。とした。内田百七十五 p72 この節は、東北古代民族研究論文、中国編境通史奏書東北通史参照、四季郷土列伝より、アベル・レミューザや、ユリウス・ハインリヒ・クラプロートが衝動して以来、東古民族は通り古古族のことであって、東古という文字もおそらくこのトゥングースという音を映した、ものであろうとの考えが一時行われたが、その後この東古イコールツングース説はほとんど、 信じられなくなっている。内田 1975P3 白鳥倉吉は、東古民族公において中国古典中に記録せられて残っているところの東古の光栄なる全比中全族の言語を調査して、これが現在のツングース語及びモンゴル語をもって解釈せられること、端的に言えば、彼らの言語はツングース語とモンゴル語の混合せるものであったことを論考した。 うちだ1975、P3 ハットブードバーグやバザンは、東湖の子孫である、戦費族、特に卓抜部の言語ターキッシュナイシプロと、ターキッシュオリジナルであるとした。キバ民族史 HP9915 ポールペリオは1925年秋の、レニングラードにおける公演において、4から5世紀の河北を支配した戦費卓抜部の語彙を、 基礎として、戦費は、トュルク語仕様の民族であったと発表したと、VV バルトリドは紹介したが、ついでペリオ自身は、戦費語をモンゴル語と見る意味のことを、タングパーン XXS328 中3、XYS195 中1で発表した。バルトルトは、戦費の言語は、トュルク語であると論じ、戦費は、疑いもなく、トュルク族であったと結論し、 P. ブッドバーグは、戦費卓抜部の語彙が、本質的に、トュルク語であることを論考した。内田 1975P3 から4型相友は、戦費語原稿において、戦費語はもっぱら、モンゴル語とトルコ語をもって解釈でき、戦費は、モンゴルトュルクの根種であると推定した。内田 1975P3、白鳥倉吉は、東古という名称は、 この東にあるものという異訳であり、ツングースの音訳ではなく、ツングースという名称自体、近世になって生まれた単語であるから、東古イコールツングース系ではないとした。また、E.H. パーカー、A Thousand Years of the Tar Tar Second、エド、1924も、ツングース東古両語間の語源的連携を疑問とし、東古をツングースなる俗名は、中力語の豚に出たものとし、 ペリオットは豚を表す、トゥルク語名詞トンガスは、後世の名詞で、古い名詞は、ラガンマ人であるから、ツングースなる民族名は近世にできた名称だとし、当稿、ツングースの音訳と見ることは、不可能とせざるを得ないとした。内田1975、P72 中7トゥルク系の強度や強度と、交雑した、ウモングと言葉が異なり、 種族も一致しない部分があるため支持されていない。キッタン民族誌、エドウィン・プリー・ブランクやリゲティによると、戦費語の特徴はモンゴル語であるという。キバ民族誌 1P9 中 15P218 中にハットエルリゲティは、戦費卓抜語はモンゴル語の特徴を有し、中力語の特徴とは相入れないと強調する。内田 1975P4、東北古代民族研究論文。 ありがとうございます。